第二東和会館は日本の総合レジャービルである。1969年4月、新宿オデオンザ、ダンスホール、新宿ステレオホールを経営していた東和工業が、その後地に東和会館として東京都新宿区歌舞伎町に新築、開業、映画館、歌舞伎町東映劇場、パチンコ店、新宿ゲームセンター、ボーリング場、新宿東和ボールを 同ビル内に開業した。1975年12月、現在の名称に変更した。本校では、歌舞伎町日活、歌舞伎町東和、新宿東和等、かつて同会館に存在したすべての映画館についても、衝述する。右奥の建物が、第二東和会館の裏側である。正面奥は、かつて存在した、新宿駒、劇場。 左手前が第一東亜会館。2009年の写真。下記の表はフロアの主な変遷である。1969年4月、高橋康友の東亜工業が東亜会館として、新築、海洋、地上階にパチンコ店、新宿ゲームセンター、ボーリング場、新宿東亜ボールを開設、地下に歌舞伎町東映劇場を開館した。同地は、 そもそも1951年11月、同社が映画館、新宿オデオン座を、開館、初めて歌舞伎町に進出した場所であった。1955年12月に、同地の斜め前に、グランドビルを、新築、開業。1959年4月に、新宿オデオン座を、同地から、グランドビル地下に移転し、跡地である同地では、同地にダンスホール。 新宿ステレオホール、パチンコ店、オデオンゲームセンターを開業、その後はこの2店の営業を続けていた。新宿東和ボールは同会館の3階から7階までを占め、60レーンを稼働していた。1975年12月にはグランドビルの名称を第一東和会館へ変更、それに伴って同会館は第二東和会館と改称した。同じ頃、 1970年代半ばには、ブームも下火になると締めざるを得なくなり、ディスコに業態を変換、3階から7階までの各階に、複数のディスコが入居した。1976年には、2階に、歌舞伎町日活を開館、日活ロマンポルノを上映した。1989年には、2階にあった、歌舞伎町日活を2つの映画館に分割。 歌舞伎町等は1.2と解消、いずれも外国映画のロード召喚として稼働したが、1995年には歌舞伎町等は1.2をいずれも閉館した。1996年1月には地下の歌舞伎町等 A を新宿等はと解消、改装して開場している。この頃になると3階から7階までの各階を占めたディスコも閉店を余儀なくされている。 1990年1月3日、東亜工業の創業者、会長の高橋康友が死去した。2009年4月17日、釣り基地、三平の上映をもって、新宿東亜を閉館、同館での映画館事業から撤退した。第一東亜会館の新宿オスカー劇場が、同年9月23日に閉館し、第一東亜会館全体が、 同年11月30日に完全閉館、閉鎖され、東亜工業の歌舞伎町での映画館事業は、同年をもって完全に撤退となった。第一東亜会館が2012年に閉鎖、解体、売却された後も、同会館は第二東亜会館の名称を続けている。2019年7月現在、新宿東亜のあった地下1階には、ナイトクラブ、ワープ新宿。 1>, 1から2階には、ゲームセンター、セガプラザ、新宿歌舞伎町。3階には、カラオケボックス、カラオケの鉄人新宿歌舞伎町店。4階には、インターネットカフェ、グランサイバーカフェバグース新宿。5階には、居酒屋チェーン、白木屋歌舞伎町総本店が入居している。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます新宿とはに関するカテゴリありがとうございます。